ペットショップボーイズのニール・テナント元、クラフトワーク、カール・バルトス・エレクトロニックは、ニューオーダーのボーカルのバーナード・サムナーと、元、ザ・スミスのギタリスト・ジョニーマーからなるグループ。当時彼らが所属していたバンドは、共に作品のリリース間が長くなる傾向があったため、メインのバンドの活動休止期間のオン・オフプロジェクトとして、時折、ゲストアーティストを迎えながら、 エレクトロニックとして活動していた。多くのニューオーダーのサイドプロジェクトの中で最も商業的に良好なものはこのエレクトロニックであった。彼らの最初のシングル、Getting Away With It はバッキングボーカルにペットショップボーイズのニールテナントを迎えイギリスで最高12位。さらに1990年にアメリカでチャート入りを果たし続くセルフタイトルのデビュー LP は 世界中で100万枚を売り上げた。しかしセカンドアルバムはおよそ10万枚のセールスに留まるなどバンドとしては決してニューオーダーやザ・スミス、ペットショップボーイズに及ぶほどの人気を獲得することができなかった。バーナード・サムナーとジョニー・マーは1984年にサムナーがプロデュースを手掛けていたクアンド・クアンゴの楽曲に ザスミスのギタリストが参加したことをきっかけに出会った。1988年、サムナーはニューオーダーの他のメンバーがバンドの音楽にシンセサイザーを加えたいという自信の希望を受け入れてくれないことに不満を持つ。ソロアルバムの制作を決意するも、一人で作業を行うことに楽しさを感じないことに気づき、マ、ま、ー、あ、に助けを求めた。1989年12月にシングル。 Getting Away With It を発売。ボーカルはサムナーとペットショップボーイズのニールテナントが務めた。1991年6月に1枚目のアルバムエレクトロニックを発売。同作は全英アルバムチャートで最高位2位を獲得した。エレクトロニックはトップオブザ・ポップスやドフィー・フライデーなどのテレビ番組に出演し、シングル曲の演奏を行っていた。その一方で、 1996年に発売されたアルバムレーズ・ザ・プレッシャーのプロモーションを目的としたライブツアーは行わず3枚目のアルバムのレコーディングを素早く行うことを決めた。二人はダブズのベーシストであるジミ・グッド・ウィンとブラック・グレープのドラマーであるジェド・リンチを迎えてアルバムトゥイステッド・テンダネスの制作を行った。同作は グループの人気の回復にはつながらなかった一方で、批評家から高い評価を得た。その後、二人は他のプロジェクトに移行することとなったが、エレクトロニックの正式な解散発表は行っていない。ありがとうございます。